あ、じゃあお気をつけて、はい、もしかしたらまた後で。やった、よし、やっと繋がった。バレますね。いや、あと、ブルベ、あ、来てますか。おはようございますって、スピード600ってなんだ。あ、300だ。おはようございます。ははは、誰の笑いだ今の。今日は 1,2,3,4,5,6、 私で言ったら7人かな。おはようございます。今日はですね、これから奥武蔵グリーンラインっていう埼玉の林道というか県道じゃないかな、県道以下だと思うんですけどね。あ、今通過してた人は私のこと知ってる人でしたよ。ブルベに出た人で、 Z さんとも前走ったことあるらしいです。っていうか見たことあるっていう感じかな。おはようございます。山のすすめ、そうなんですか。参加で、ですね、今日電波ないんですよ。こっから山の中に入ってったらもうそこですぐ電波切れるんで、だから多分この枠だけです。すいません。あと動画でいずれ YouTube に上げます。そう、肌野さんですね。肌野さんと、あと向こうは新さんで、あと映していい人はいるのかな。誰が映っていいかよくわかんないから、そっち見ないでおこう。はい、ここは大丈夫です。以外は選挙どうかな。なぜ選挙行ったかというのみんな確認したがるんだろう。なぜそこまで人が選挙行ったかどうかを知りたがるんだろう。やっぱりそれによって人の位が決まるからか、やっぱりそれによってヒエラルキーの上か下かが決まるからなのか。なんか、ね、今日はまあどこの放送でもそうですよね。あ、そうそう、イタジャージですね。ニコサイクル、こっち見てると分かんないけど。じゃあお待たせしました、出発できます。あ、そうか、私が先頭で走るんだった。NG ワード、まあそれでもいいですけどね。まあ一応昨日のうち言っときました。でも普段候補者が何言ってるかなんて知らないから、どこだったかな、読売じゃなくてどこだっけ、ヤフーかどっかで相性診断、候補者相性診断みたいな、私持ってますね、1回しか来てないけど、相性診断みたいなのがあって、何かと思ったら11個、なんかその例えば原発は稼働すべきだとかかどうかとかいうイエスノーで11個答えると、候補者の公約というか意見と合ってるかどうかをチェックしてくれるっていうのがあって、まあそんだけで決めるのもどうかと思いますけどね。で、あと一応その何言ってるかも一個一個中見てるとこまではやった。ただ普段何言ってるかとかビデオ見たりするとこまでやってない。私にできるのはそこまでです。というわけで、それを一気に喋るためにコメント無視してすみません。さて、電波どこまであるかな。あと読み上げは今日はなんかどっかの接続悪いのがやたらまた小さい、前回に引き続き。原子力エネルギーで、原子力で動いてるのはジャイアントロボがそうだっけ。ん、何が今一位、小振峠、ずっと尾根沿いに行きます。ありがとうございます。今だいぶ涼しいですよ、ここ。あ、島田さん今日渋峠、あれ遠征してたのか、知らなかった。いや、電波は途中からグリーンラインに入ったら全然ないです。ん、あ、飛ぶ、おう、多分知らない人だ。あ、日高市入りです。あと今日音声大丈夫ですかね。この間ウェブカメラの音声でずっとやってて、結構音悪かったんですよね。3G もダメでしたね。なんか読み上げがつぶやき、ささやきになってるな。さん、あ、たまにやりますね。おお、滝落ち着く。あ、でも今日一枠だけなんですよ。あ、音声大丈夫ですかね。妙に風音が入ってたり、低音が目立つ、風の低音が目立つときにはウェブカメラになってます。この間一遍配信ツール上の表示が入れ替わってて見事に騙されましたね。今後ろに6人くらい一緒に走ってます。
いいよと。ここは滝不動尊っていうところですね。滝不動尊。で、あれは何線の駅だ。西武線かな。寄り道。そう、私は途中で好きなだけ寄り道しますからね。昼寝しますからね。予定通りに行きゃしないです。うん、RX、まあ慣れたら大丈夫ですけどね。若干重くて角張ってる。前使ってたパワーショット S95 に比べると、この辺りはちょっと狭いですかね。名栗方面、まあすぐにグリーンラインに入ります。なんか吸ってる音がする。ディスクブレーキ意外となんか調整難しいな。調整してないけど、あ、やっぱガシャガシャいってる。どっちが接触してんのこれ、前と後ろ。前か。なんかシャッシャッシャってなってますね。大した負荷じゃないんだろうけど気になるよ。あ、鳴らなく？いや、鳴ってる。まだ鳴ってる。すぐにディスクブレーキの入れて、そうですか。あ、じゃあ私の首の問題かな。あ、セーブオンだ。とりあえずここで補給していきます。あ、セーブオンのなんか外壁変わったな。こんなんだっけ。デスク。お、ここもバイクラックがある。自転車ラック。そうだ、私は荷物があって前過ぎて、いや今のところ大丈夫ですね。あまり変わらないですよ、 V ブレーキと私の感覚だと。去年で、映っちゃいけない人が誰だっけ。小賀なんとかさん。この距離だったら大丈夫かな。逆上がり。でここで飲み物補給して、あとはもう走るだけ。あの川堀峠のあたりで昼飯食おうかっていう話になってます。そう、セーブンバイクラックありますね。セーブンだからじゃなくてこの場所だからでしょうね。あ、皆さん自転車微妙に。今日はずっと曇ってると思います。予報だとそうだった。今私入れて6人か。あれ、もう1人いなかったっけ。画面が、あ、上が、あの空が白いとそうなるんですよ多分。画質悪いですか。あ、そうだ、ついでにこれ紹介しとこう。こないだあのツイッター見てる人はご存知ですけど、多分、あ、やっぱおこうという運動の一環なんですかね。あのホイールにあのフィックスリフレクティブ、この間あのフリックリフレクティブとか言ってましたけど間違いです。フィックスリフレクティブです。 FIKS でリフレクティブ。めんどくさいから綴り言わない。そうそう、あれです。結構昼間黄色目立つんですよね。だから反射する色として私青の方が好きだったんですけど、この黒い車体と合わせるんだったら黄色かなと思って黄色しました。ん？あ、そう、見つけたから。いやでも今日30、この一枠で多分もう電波なくなっちゃいます。昼間というかこれから以降は全然もう配信できないです。そう、あのこのところよく反射しますね。あ、それともう一つ忘れてた。あの口頭ですいませんけど、あのこれを提供してくれた、私買ってないんですよ、これもらったんですよ。サイバーサイクリストっていう名前だけで、あのサイバーという文字列がイメージに合うとかいう話で、あのスポンサードしてもらいましたっていうか、あのそのフィックスレフレクティブを日本で扱ってるアンテナなんとかっていう、あの私の出身の
福岡の博多の方の会社なんですけどね、日本で扱ってるところが、そこから送ってもらいました。で、そこでもう一つなんか企画や今募集してるのがあって、トータル3人までだったかな、夏休みの自転車旅行をブログなりなんなりで比較的リアルタイムに自転車旅行の様子を中継じゃないけど発信してくれる人向けに T シャツとこの、これはストライプかな、 T シャツとこのラインのセットを提供するそうですよという企画をやってるっていうのはダメなの、全然容量得てないというわけで、あとこの放送枠は何分あるんだろう、皆さん今買い物行ったんで狙いをいやなんですけど、私はこれもらったんでというのと、旅行中ずっとなんかその宣伝するわけではないんですけど、なんかそれで走るっていうのもあれなんで、ただ自身は応募する予定はないんですけどね。おはようございます。というわけで、枠はあと何分、店の中行って、あ、まだ16分ありますね。じゃあすみません、店の中は例によってこれを放置していきます。どうしようかな。じゃあですね、宣伝の意味を込めてこれを写しっぱなしでいこうかな。貼るの、あ、結構簡単ですよ。元からあったシール、あ、そうそう、自由な配信に影響ないように私はそれも考えた上で、これだったら自分でも買うかなと思ってもらいました。じゃあちょっと待ってください、待ってくださいというか店の中行ってくるので、皆さんこれ見ててください。ちょっと5分、あ、2、3分かな、離れます。シャイですよ、駅前で。そう、帰る。そう、帰る。走ってないですもん。なんか、今と、前のなんとか自分とか。そうですね。去年はね、調子悪かった。今年はなんか、テンション上がんない。山行ってない。もういい。
久しぶりです。まだこの人がかかってるか、伸びた。いや、わかんないだろうなと思って。電車も違うし。この前見たときは、何だと思ったら、何まで来たっけ、浅草橋とかを、ね、走ったときに。はい、ブリッジか、ブリッジ。やった。お待たせ。あ、まだか。630? これ600って書いてありますけどね。増量600って書いてある。お待たせしました。よいしょ。もう少しかな。なんかレジがえらい混んでましたよ。あと、セブンはですね、今、スイカに対応してるんですけど、まだ暫定対応みたいな感じです。30度、27度でしたっけ。スイカはまだ、金額を手入力してる状態でしたね。手入力してもらった上に同行者、まあ今日はZさんが声かけて7人ですね、全部で。今日はそう、自転車立てかけるとこあります。立てかけるじゃないな、ぶら下げるとこあります。私の自転車あそこに引っ掛けると後ろが重いんで、ほぼ水平か、下手したら後ろに落ちるんですよね。前修善寺で水路際のこのコンビニじゃなくて、まんじゅう屋さんか、草餅屋さんが、ご主人またその話か、またその話かって、なんでそういうネタになってんだろう。ん、脱水、塩は必要って言われますけど、そんななんかよっぽど暑い日とかじゃなきゃ。おはようございます。あ、スタンド自作してるとこもありますね。ん、何の運転で。私は今日スタンド外してきました。ハンドル、ハンドルどうやって、ハンドル、ドロップハンドルだったらガードレールとかに引っ掛けるのありますけどね。ダロー運転、ダロー運転でお願いしますって言われたのか。つまり危険運転しろと。小丸は、今日は小丸の方じゃないですね。小丸とは国道挟んで反対側です。奥武蔵グリーンラインは反対じゃないか。そもそも小丸は国道の真上でしたっけ。小丸峠、小丸トンネルの上ですよね。道平ってどこでしたっけ。主権さんいらっしゃいませ。今日は多分川堀峠の小堀か、川堀か、あれ小堀が優勢なんでしたっけ、読み方。顔を振ると書いて小丸。武蔵野うどんは店はないだろうな。牧場ありましたっけ、今日のルート。ん、あ、バイク。小振りですか、あれ。顔振り、小振り。武蔵峠。行かなきゃいけないかな、やっぱ。今日はレースじゃないです。時計ですか。今日つけてない。最近アテッザかなっていうのを買いました。シーズンの。お。光発電で、電波受信の放置しとけばもういつまでも動くし、いつまでも食らないやつ、食らないはずの時計です。3万ぐらいでしたかね。のアラビア文字が書いてある、おそらく一番売れてなさそうなモデル。荒れてます。ああ、鎌北湖か。鎌北湖は前行った時は干上がってたな。前行ったって10年ぐらい前か。光時計、日時計ってことかな。 G-SHOCK、 最近なんか G-SHOCK は新しくまた出てましたね。調べたら最近そう、腕時計買おうと思って、自転車の時は日焼けするんでつけてないんですけど、というのと、あと GPS があるんで、普段仕事の時にやっぱあった方が便利だなと思って。そしたら最近ですね、機械時計、機械式ですか。機械式めんどくさそう。ギミックとしては惹かれますけどね。で、なんだっけ。最近G-SHOCKのラインで、昔のカシオのなんていうのかな、デジタル式で四角丸くて薄めのやつ、
液晶デジタルが出始めた頃じゃないんだろうけど、昔流行ってたやつの復刻版みたいなモデルが出てましたよ。あの写真見てあれなんだこれと思って。あとデータバンクっていうのも最近復刻されたみたいですね。小さいキーがいっぱいついてて誰が使うのこんなんっていう、あの電話帳とかに一応なるやつ。今時携帯があるからもうそんな使う人いないはずなのに。皆さんの自転車ですか。皆さんがある程度拡大されないように、こうか、こんなもんか。ジャイアントクォーターバイクフライデーが見える範囲ですね。向こう左手に見、あっちもジャイアントかな。ジャイアントは TCR 難しい。この私が視線を送っちゃいけない人がいる状態はなかなか難しい。映ってますかね自転車。まあ少し透明だったら、今私がこんだけ向いてても多分全員映ってるんですよ、あの GoPro の方には。そこで映ってると思います。なってますなってます。ディスクです、多分、あの感じはディスクですね。でなんか止まったっぽいな。なんで止まった。あ、動いた。後ろのディスク。後ろですか。ちょっとじゃあ後ろ付け直すか。ちょっと待ってください。右に分かんない。あの音がそんな感じしただけだけど。右に寄ってるってことはホイールがちゃんと余ってないって状態ですね。一応カチカチ合わせた、あのはまってるかどうか見たつもりなのにな。いや。あ、外れた。外れた。計算機、そうそうそう。これって今合ってますかね。いや。これでどうかな。うん、力の加え方違いますからね。そうそう。よっと。うわ。線が。これはあの、デッキが多分いいんだろう。うん。皆さんが退避。そうそう、結構なんかシビアな設定になってたので、店の人も言ってました。っていうか、店がやったんですけど。じゃあ、そういうこともある。水平でも。これ多分パッドシマノのパッドだから、あれ真ん中、あ、でもこれ違うな、俺が買ったのと。まあ、とりあえずちょっとあの、少し走ってみます。いいよ。うん、ラグビー。これでどうだ。まだちょっと鳴ってるな。まだちょっと少し、さっきよりだいぶ。ああ、どうなんですかね。普段走ってる時にもう擦れてるから。いやでもマイブレーキの方なんですよ、言われたのは。へー、前なのかな。でも後ろでしたよ ね、ええ、多分さっきの後ろだと思います。ああ、なんかこのバネの。ツールド埼玉、今日ツールド埼玉ってやってるんですか。まあじゃあ、まあ別にそんな負荷にはならないですけどね。だましだまし。だましだまし。いいですか、いいですか。ブレーキかけながら走ってちょっとパドッと。1,2,3,4,5 あれ今日6人、今6人ですかね。今6人ですかね、我々は。7。今日7人。そう、全員あの浮かずに見渡せないから1,2,3,4 本当は7人だ。で今なんか聞かれたような気がしたけど、で日が出て少し暑くなってきましたね。ラグビー、ラグビーやってる人はいるのか、いないんじゃないかな。でそこからパンパン鳴ってるのはカラオケスナックともちゃんのご主人がなんか叩いてますね。
バイク多いな。あ、じゃあ行けるかな。そう、だいたいこういうコンビニ止まった時にあの あれこっから右か、こっちですね。あっち？はい、そう。うん。まあじゃあここで。そう、こういう人たちが集まってコンビニとかに泊まると困ると自転車こんな、いやなんか Z さんが声かけたらこんなに集まっちゃって。あのコンビニとかだと自転車の話が始まるともう止まらなくなるんですよね。だから主催する人は結構あの。行きますよとか言わないといけない。うん、だけやってますね。お、生湯葉専門店。また無駄に下ってる、もったいね。お、塩丸峠の名前出てきた。まああれですね、あの甲州街道の、あ、終わりですか、笹子峠みたいなもんですね、塩丸峠。そう、私のペースで行かせていただきます。皆さんついてこいというか、皆さんを押さえてやる。泊まりじゃないです。タイトルをご覧ください。もう一枠やるのかな、まだ大丈夫かな。あれ、これ右か。あ、でもここから離れるな。じゃあ次はこう取るだけ取って、あとはもう放置ってことで。ああ、何かあって、あ、お疲れ様です。もう一枠だけ取ります。取りますって、どこで取ろうかな。ですね。で今終わったんでちょっと枠取ります。はい、どこで取ろうか、どこで取ろうか。お、すいません、枠取ります。もう30分だけ枠を取って、この先から多分なくなるんですよ。そう、どうせ切れるからもったいなくて予約しなかったんですよ。皆さん待たしてるんだから。練習ちゃんとやったの。はい。あ、いやでもまあみんな大嫁さんはまだ話したことないんですか。
あったのか。なんか見てる。いや前はすごかったんですけど、やっぱり出産するとすごい、この辺の筋肉が、うん、上りがしんどそうでしたね。よし、つながった。すみません、一枠だけと言ったんですけど、もう一枠だけ取ってみます。多分この枠の途中で電波なくなると思います。じゃあ続き走ります。よっ、お待たせしました。じゃあ行きます。いらっしゃいませ。電波どこまであるかな。もうこの先すぐないはずなんですよ、エリア地図だと。国道から離れて、いらっしゃいませ。おじさんが、私は自身が人気出ることに関してはあまり積極的じゃないんですよね。どちらかというと目立つ方がデメリット多いんで、単にこういう峠行ったり自転車旅行したりっていうのをできれば知らなかった人にしてほしいだけです。でそれの媒体としてニコ生使ってますけど、まあコメントがある程度やり取りできればユーストリームでもいいんですよ。見れば分かります。メロメロスピード、今日は後ろの人たちの先頭で走ってるから少し張り切って走ってるかもしれないけど、まあスピードそんなないですよね。今下りってだけで、で、今日今何て言われたっけ、ちょっと読み上げというかスピーカーの接触がどっか悪くていまいち聞こえづらいです。すみません。うん、重いんですかあれ。ユーストの方がいろいろスムースだと思ってた。今日光ってます。タイヤというかリムですね、ホイール。フィックスリフレクティブです。フィックスレフレクティブ、あんまり宣伝するといやらしいな。テレパシー嫌だな。カルコケ YouTube やります。そうそう、いくら、これはですねホイール1個分で2000円ちょいなんですけど、私は日本代理店から直接提供してもらいました。私がサイバーと名前、サイバーって名前名乗ってるから。放送内容いろいろ見てたら多分イメージと違うっていうのを分かってくれたんじゃなかろうか。私はかっこよさに関しては逆にかっこよがろうとすることがかっこ悪いみたいなひねくれた価値観を持ってるから。あ、しまった。そんな気はしたけどロボさんに行ってと思ったので、ずいぶん外れてるな。そうですね、失礼しました。私は GPS 入れてるけど GPS 見ずに走っちゃうんで、他に後ろにいっぱい人がいる状態でやってしまった、失礼しました。1キロぐらいかな。ナビ失敗。獲得標高の分補填をしてほしい。補填ですか。やらかしたやらかした。しばらくまっすぐだと思うともう GPS 地図見ないんですよね。今日は全部で7人です。やらかしました。そう、地獄に。よかった、途中で言われて我ながら恐ろしい。チーム方向です。そうです、本当ですか。そうですね、そうとも言えるな。見るたび結構やってますよ。あなたの勘違いではありません。どんだけ戻るんだこれ。結構戻るな。1キロちょいあるかな。大変すいません。大変失礼。今どんだけ登ったっけ。
放送に。いや、私一人で走ってても同じことやってます多分。あの GPS チラチラ見てると結構あの危ないんで、危ないというかあの自分が怖いんで、わこんなの登ってきたっけ、あっちの方ですかね。ん、長崎空港っていうとネロさんの話かな。なんか戻りますね結構。いやいきなりやらかしたな。まあ本当に山の中入ってからじゃなくてよかったですよね、よかったですよね。あ、びくってされた。これじゃない、違う、これ、あ、本当だ。冷静ですね、冷静に今また通過しようとしましたよ。なんか地図見ないよな。放送は見えないですけどね、コメントだけです、読み上げだけです。趣味でやってるレストランって書いてあった今。ですね、はい、ございます。こっから先はしばらく大丈夫かな。クスクス折りたたみ、ですね、シンさんがバイクフライデーのあれ20インチかな、多分20インチ、んゆっくり、今日は涼しいですね。ビデオンじゃなくてバイクフライデーです。バイクフライデーの方がなんか少し高級な感じがするな。そっちのビデオンも高いやつモデルいっぱいありますからね。高いかどうかっていうか、まあ性能とか軽さとか。鎌北港はどこだっけな、多分この近くですよね。メーカー、あ、ビデオの方がですかね。あのフロントサスペンションのあたりの機構よくわかんないですね、あれどうなってんだろう。なかなかいいなこのあたり。今朝は5時半ぐらいです。寝たの2時だったけど意外とスッキリ起きられた。MK ですか。Z さんがまた走った。Z さん相変わらず背中にあのデジ位置をからってます、からってます。今直しましたね一応。寝るの、そうからうっていうのは背負うに近いかな。自由な、あの本当に自由にやってます。何か多分その方が楽なんだと思います。それかトレーニングの意図があるのか。何がある、はあ、育とうて、はあ、今日は登って下ってばっかりです。なので獲得標高全部足すと 2000m になるらしいですけどね。本当かな。2000メートル登ったら日が暮れるじゃないですか。お、いいよ。また走った。あ、山百合。いらっしゃいませ。 Z さんとあと全部で7人です。最年長多分私じゃないかな。で
こんにちは。ミツナさん、今日初顔合わせの人は一人だけです。林道入線、入り線かこれ。あ、見てください。すいません。こっちが林道ですね。ワンワン。うん。え、ディスワイ。うわ、すごくいい感じになってきた。ハーフタイムですけど、今日は途中からも電波ないので、この枠で終わる予定です。実際涼しいですよ、今日は本当に朝から。いやー、山の中涼しい。今日は本当走るのにいい気候ですね。今日はベストチョイスでしたね。天気悪くなるんじゃないかと思って、また防水完璧雨具装備持ってきたんですけど、羽田、夏休みに奥武蔵グリーンライン結構有名で、いろんな情報ありますね。いろんなサイトに情報が。もう電波ないか。そろそろでしょうか。食事写真多分やらないと思います。他の人もいるし。だだもすごいですよね今日。もうしんどい。防水装備持ってきてます今日は。雨も考えて。もうエリア外のはずです。こっちもセミ鳴いてますね。赤白の派手な花はボケだっけ、なんだっけ、はまりまくってます。低くすると立ち漕ぎできないんで。こんにちは。もうほぼ電波ないか。いかにかん、Z さんに引っ張られて思わず追いつこうとしてしまった。もう風山の中だ。もう電波ない。ないみたいです。お茶。
と。息が切れる、切れすぎ。もうきつい。なかなか、もうこれ10パーぐらいいってるな。お、ちょっと来た。ちょっと来た、ちょっと来た。お。ちょっとだけ来てる。映像いけないかな、声だけでも。これクリかな。あ、来ました。この花ボケでしたっけ。バンダのブルベはね、筑波の不動峠って、ええ、あれ知りますね。12パーとかだよね。あれひどい坂ですよね。え、あの反対側から来たんですよね。反対向こう側からですよね。絶対そうだと思った。登り、でも割と人と話しながらと逆に楽だったりしますよね。ペースが自動的に抑えられるせいか。おはようございます。まあ楽しいかと言われるとそれ自体が楽しいわけじゃない。今日はここが山ですからね。上に上がっちゃうまでが急坂ですか。検査的にはここが一番だ。あ、昼くらいになって。かすかに感動ありますね。ラグない。わあ、傾斜 10% は今この瞬間はないけど、
見る景色とかかな、楽しいのは。この辛さが楽しいわけじゃない。なんだありゃ。この辺りが一番今日はきついところらしいです。標高差まだまだあるけど、そうですかね。おや、前もこう、こんなに結構しっかりと。ああ、ゴミ不法投棄のためだったら。去年は僕はこれ突破したので、別にロボさん的に問題なければ。ねえ、これは、不法投棄のための策なんで、不法投棄防止のための策なんで、意図的には、問題ないはず。そうですね、ポイとかやんなきゃ。どっかで一個拾って帰るか。扇風機とか。この脇道も塞いであるっていうのは何だろうな。自転車止める意味ないと思うんだけど。はあ、よいしょ。そう、扇風機とか。え？やった。毒扇風機。ああ。あ、マジで行っちゃった？わかんない。あ、向こうの方に？上にいたような気がするけど。上から写真撮ってて。え？そのまま行っちゃったかな？これ荷物来たと結構難しいな。もうダメ。帰るか。電波。これは通行止めの意図的には大丈夫でしょう。でも。再度防ぐのやめてほしいな、それで。不法投棄の車ここ通んないだろう。ん？何標識？峠標識？この標識のことですかね。そうか、ちゃんと見せてなかったか。メガネ率。メガネの何が悪いと。ゴミの不法投棄が多発するため、関係者以外の通行をお断りします。平成24年10月1日から25年9月30日まで。冬は来ないってことか。まあ、ただゴミ不法投棄のっていう話だから危険という意味じゃないんですよね。あれだ、これ普通の行動だと思いますよ。行動、ザトウムシだ。とても配信には映んないですけど、体長本体が5ミリで全身が5センチぐらいあるやつ。お前ら関係者、まあ迷惑はかからなきゃ大丈夫だと思います。その自分たちが危険なことして迷惑かけるっていうのまで含めて。ん？あ、何が面白かったって肝心なところ。ザトムシ細いですよね。女性いますよ。自己責ですね。お、割と簡単にいけた。そう、ゴミを一つ拾っていけば看板の意図的にも逆にいいんじゃないかな。お店にニコ生の、あ、でも大手配信者のっていうくくりするのも良くないな。まあでもさすがにゴミ捨てるようなとこまで、ゴミ捨てたりする人までいないと思うけど、ゴミ捨てること気にしてないって意味じゃなく、気にしてない方向じゃなくて、嫌がらせためにゴミ捨てに行くような人はまあいないと思うけど、嫌がらせじゃなくてナチュラルに捨てる人はいっぱいいるんだろうな。というわけで、自己責任かつゴミはなんか拾っていきたいなということで通過させてもらいました。はあ、もう汗がだいぶかいたな。ブルーマ連れてこい、ブルーマ。あ、今ならクインターンだ。私有地だったらそうだと思うんですけど、これ私有地じゃないと思います、多分。あ、止まった。ん？なってきた。少し戻ろう。手割り。今どうだ。オプショナルツアー。まあ文字列に従う原理主義的な考えだとここは入っちゃいけないですけどね。で、大丈夫。
あのこの看板の意図からすれば問題ないと思います。なるほど、と私は判断しました。行ってみましょう。今あの丸大さんってあの左端の人があのこの通行止め見て先頭走ってたら上の方に行っちゃってて今戻ってきて合流したところです。そう、危険なところで一人迷惑かけるっていう可能性の場合はちょっとためらうけど、これだったら問題ないと思います。キャー7キロだよ。 TCR 空港実装ってどのぐらいなんだろう。あ、それはあるかもしれない。で、ここから先はもう電波はまたないかな。ていうか、今なんであったんだろう。降りてきました。そう、他の人に知らせる。んこの坂、さっきその丸大さんっていう人が前実はあのブリッジっていうあのブリッジはあれ下町なんだけど、確か 2,3 年前に参加したあの都心の方でやってた下町自転車イベントなんですけどね、の時に一緒に走った人です。3年前かな。もう罰金とか書いてないです。でもまあゴミ捨てたら死刑ですよね。道路標識は特になかったですね。標識は単にあのゴミ不法投棄防止のため通行禁止って書いてあっただけで、あ、通行お断りしますか。ああ、だいぶ小腹くなったな。で、鳥の声が急に聞こえるようになってきた。そう、任天堂的に。じゃあこの枠までですね。残りはツイッターとあと後日 YouTube にアップします。あ、まだ東京の方が近いじゃない。なんとかバンプだ。落ち葉、まあ、落ち葉ぐらい。あ、でもあまり積もってると危ないですね。下に石が書かれてることがある。さっきまできつかったけどだいぶ楽になりました。いいとこですよね。グリーンラインだいたい上に登ってしまえばそんなに勾配きついところはなかったはずなんで、トンチ。まあ実際ゴミ捨てないところまで、ゴミ捨てないところまで配信できたらいいんだけどな。そしたら完全な証拠になるのに。橋はないかな。橋。結構各地の橋の入国ゲートだから。だって西条市の日が坂峠。空気は多分綺麗だと思うけど。母行ってちゃ分からん。母行きしてたら分かんないっす。まあ、まあ、クマはいるかな、ここの辺は。でまだクマ注意看板出てきてない。ヨッシーさんのウエストバッグにクマいる、クマいる。あ、クマ、クマ見えますか。クマ映ってるかな。だからこれはクマだ。なるほど。なかなかいい表情してるんですけどね。はあ、次クマの話かな。ヘビ、イタチはいるんじゃないかな。もう一枠、いやでもこの枠までしときます。ここから先明らかにないんで、はあ、はあ、まあでも秩父、そうですね、秩父の方まで抜けます。方まで抜けます。ちょっと秩父の中心より北側に出るんだっけ、今日のルートだと。じゃあ今日の配信はここまで。怪しい人なんて映してる私が一番すごい格好してますよ、荷物的にも。ああ、風が降ると本当気持ちいい。お疲れ様です。白石、あれどうだっけ、サダミの方だっけ、これ出るのは。あ、終わってしまった。というわけで配信はもうここで諦めました。今枠が終わって。はい。
途中から復活してて今まだ入ってるんですけどね。でももう枠終わってちょうどいいんで、あとは録画です。削ったままですね。おお、ちょちょちょよっ。やっぱコメントに即対応しようと身構えてると喉疲れるな。もう喋り始める状態に維持しとかなきゃいけないから。あ、そうだって YouTube 動画の方、今日さっきコメントで結構揺れてるって言われてたから、自分じゃ意識してないけど今日の映像は結構揺れてるのかもしれません。多分体のスタビライザーの調子次第。さっきの最初の登りでかなり来ましたね。思わずゼットさんについていこうとしてしまって、途中まで。あ、アサギマダラか。アサギマダラだ。ほとんど止まってくれないからなかなか写真撮れない。まだ結構あるな。これバス停？これバス停の、バス停再利用。市内循環バスのバス停が柵として使われてる。これ再利用ですね。市内循環バス。うまい。そんなに暑くないのに、なんか喉渇くな今日は。
あ、お、すか、入った。波動さん、ちょっと推しが入ってます。推しが、また小さいピックが。お、こんなとこにバイクラックが。三拍子なってるな。よっ。ちょっと花さん今少し押してるので。楽しいですよね。乗ってないよ彼が。一回もほぼ。うん。波多野さんですか、はい、今年の春頃にあの一緒に光峠登ったぐらい。あれぐらいです、はあはあ、この時期はまだ登ってないんじゃないですかね。きついな、それは、はあ、気温が低くて、うん、多分気温というよりはいきなりのなんか負荷で体の方がきついんじゃないですかね、うん、私も今ちょっと頭が酸欠になりかけてました。少しぼーっとしてた。今なる人はね、なる。うん。今標高350か。顔ぶりがもうちょいでしたよね。標高的には顔ぶりまでもうちょいだと思うんですけど。あ、顔ぶり、顔ぶり。顔ぶり峠は500ぐらいだね。あ、そんなありましたっけ。降りてまた登るんだよね。いや、もうこうちょっと降りて。あ、そっか、ルートラブの最初のピークはこれかな。白石で700メートルぐらい。白石を通って佐田峰は通らないんでしたっけ。これだと佐田峰は通る。佐田峰からちょっと折り加減のところで、あそこから、そこから先はあれです、ロボさんのレポートを見て、ええ、なんか牧場とか通る道、こんな道あるんだと思って。ああ、あの辺りですか、はい、いや、まあ今日はどこまで行けるかわからないので、ええ、いざとなったらすぐに降りて。そうです、どこからでも降りれるのがこれのメリットなんで。ですよね。でもこれ真冬になると凍結してて降りられなかったりするんですよ。あの土地の道が5センチくらいの氷に覆われてて、氷というかまあ雪が圧縮されたやつですね。だから下れなくて、あの迂回して下ったことあります、いっぺん。まあでもそれもだいぶ前だな、10年前までいかないけど 7,8 年前。あと先々週行ったあの立科の初めて泊まって予想してるとか放送で言いながら行ったところなんですけど、10年前じゃなくて13年前でした。まあ3年ぐらい誤差かな。大体3割増しぐらいですね。ええ、7年前って言ったら10年前、ね、そうですね。年取れば取ることなんか記憶の時間感覚が圧縮されていくから。そうですよ、戦時中がついこの間とか思うようになりますよ。戦時中誰もいねえ戦時中。肌のさんタイミングでああ、はい、下りなら別にいつでも行っていいですよ。ああ、そうですね。ここからしばらく下りですかね。もう一回休めるとき休んどいた方が、うん、溜めていくとあれなんで、ちょっと登るって感じ。まあでも行っちゃっていいですよ。ゆっくり下ってたらなんか休憩しながら行けますね、うん、そうするとなんか下りはスピード出すともったいないという感覚もあるから。うん、まあ通ってないですもんね。でもこの道のこれ避けやすすぎてなんか意味ないですね。でもあのこれがあるかもと思うだけでバイクやっぱ減速するから、夜とか。ああ夜、そうですね。あと佐田峰と白石の間は結構ひどかったですよね。あれなくなった。
あー寿司、書いた合わせがどんどん蒸発する。うわ、今みたいなのが当たると GoPro の画面にあの草の汁とかがついてないか気になります。ついてたらすいません。わざわざ止まって確認まではしない。こんにちは。あー寿司、この分すぐに登り返すんですけどね。さあ、今のは物がポッと踏んだ。え、前に落ちたんですか。そう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 。今体はうわっ、これが落っこって踏んだな。今すりだいぶすりむきませんでした。パワーパッドありますよ、うん、とりあえず洗い流すんだったら麦茶あります。麦茶水もありますよ。あ、どこが一体すりむいて、あ、こっちか、うん、こってとりあえず少し洗い流した方がいいですね。ギアが踏んでスカって流れた。結構真横にスタンと倒れましたよね。てかあの上がったんで車輪が真横になったんで急にグリップが戻ったんでスタンって倒れたんです。そこまでは冷静に見てたんですけど自分で特に問題なさそうだ、うん、自転車は大丈夫、うん、あ、そこ、それか。そう、これがね外れたの。そう、前に振動かなんか。ああ、あ、下についてるやつ。うん、パワーパッドあるんで、ちょっと向こう置いとく。何も大丈夫。ん、パワーパッド。あ、はい、すいません。多分今なら傷パワー、傷パワーパワーパッドの方が洗い流しして、あ、水流しましょうか、ゆっくり。ルートは合ってる。合ってます、合ってます。これ間違ったらえらいことですね。まだまだ俺たちみたいな。もうちょっと駅降りちゃったら俺そこから帰りますこれで違ったら激おこプンプンしちゃう。川伝いに降りましょう、みんなで。足りなければ違う、違う運動に。本当 GPS は地図見なきゃあまり見ないですね。薬ごと、薬ごと。私が言ってますけど。この間のブルベで、傷く、傷っていうかあの痛み止めとか全部もう入れてったらそのまま持ってきた。あれはいい、あれなんか絆創膏とは違うやつなんですかそれは。傷パワーパッド。要は、ん？なんだ、なんて言うんだっけこういうのは。保湿、保湿して、保湿して、で直すっていう。あ、乾かす。なるほど。中でちょっとジュクジュクさせて、あの体液とかで全部、うん、意外に結構傷がきれいに治るらしい。かさぶただとその後残ったり、そうあの剥がしてしまったりとかあるんですかね。かさぶたを作らないで、それがかさぶた代わりになって、どんどん中で皮膚が再生するっていう。これでも、ちょっと濡れてるからあれかな。
怪我をしたらすぐやめて。そうそうそう。だからえ？すみません。凍ってるボトルを踏んじゃったんで落っこって。凍ってんだ。あ、そう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 。凍ってなかったら少しだけ違いましたよね。でポンって踏んで跳ね上がって。あ、大丈夫。聞こえてた。うん。あと大丈夫ですか？うん、大丈夫だと思います。そう、なんか頭とか今大丈夫でしたかね。結構な勢いで落ちてたんで。この辺がちょこっと擦ってんじゃないですか。ああ。やっぱヘルメットは。ヘルメット大事ですよ。うん。結構命拾いする。命拾いする。ローさんの振り返りは啓蒙番組。ああ、そうか。転ぶ瞬間も今映像あんまりチラッとしか映ってないですけど ね。ちょっとあれの向こうだったんで。もう一回やり直します。リテイク。なんかどうでしょうの宮崎みたいな。あのモヤイのとこですね。モヤイだっけ、モアイだっけ。ああ、モアイ。日南海岸で。あれも実際怪我してますよね、大泉さんが。下の方が持ちます、うん、で、これが今振動で落ちたんですかね。そう、振動で、これ前に普通に抜けて取れるやつなんで、あ、振動でスコンって前に抜けたんです。結構怖いな。この角度だったらちょっと勢いついたら行っちゃいますね。行っちゃいますね。下りスピード出てなかったから良かったです。ロボさんなんか入れとくとかの方がいいんじゃない？え？また、あ、入れるとこないんだったらいくらでも。あ、まあ大体背中とかに入れられるんで大丈夫ですよ。本当か。どのくらい入ってる？私は今日スカスカですよ。もう最小限しか持ってこなかったから。今日これゴミとか出たらポンポンそこに。そうそう、今日はさっきのあれ通過してきた関係上どっかでゴミ拾おうと思ってるんで。あ。特になんか目立つところにあるゴミ拾いたいな。で、こうしっかりと GoPro にタイヤ。あ、で後ろに引きずりながら。昔のツールのように肩が。そう、交換することがないタイヤじゃん。といってもなんか結局自宅まで持って帰れるのはそんなに大きなサイズじゃないですよね。もっと大きいっていうか、多分もっと大きいもんだんだろうけど、うん、これ見逃しにいいことするのもいいことです、うん、そうそう、偽善と明らかに意識しながら、うん、大丈夫、うん、大丈夫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 、何、何、アクシデントじゃないんですか。ちょっと、ノイクラまでガツンって言ってた、こっちがガツンって言ってるよ。向きが変わってる。あー、慣れとかない。あ、そっか、これも歪むんだ。ずれた。あ、ネジ止まってる。ネジで止まっ、バンドで止まってるだけ。ここから落ちることが多いんで、結構曲がります、ね。ああ、そういう私もなんか前曲げたことあったな。そういうの折りたたみロードバイクの時。微妙じゃないですか。そう、うん、感覚が曲がる。ディレラーに激しく使ってたら、うん、あ、あ、そうか、もう電波ないか。映ってるとどんな風に転んだのか後で見える。本当チラッとでしたよ。こうなんか。倒れたところから見えたのかな。大丈夫です。はい、どうぞ。私先頭にやると。